はい、酒好きな俺の飲酒動画始めます。今回、神風というカクテル作っていきたいと思います。ウォッカベースのね、カクテルになります。標準的なレシピが、1対1対1の、コアントローとウォッカとフレッシュライムジュースとなってます。で、シェイクですね。シェイクで作るとなってます。まあこれはね、以前から飲んでみたかったというか、結構色が綺麗だったりっていうか、名前もちょっと特徴的だし、ね。ですね、Amazon で買いました。シシリー、エトナの、シシリーライムジュースという、これ400円でね、250ml のライムジュース、100%ライムジュースという珍しい濃縮還元ですが、ね。100%ライムジュースです。となってます。246で、まあ、そうだな、1対1対1って書いてあるから、20、20、20でいいか。じゃあ、まずライムジュース入れましょうか。ちょっと初開封。まあ、これぐらいのね、量がね、まあ、本来だったらもうちょっと少なくても、硬い。いいんですけど、あばばばば。こぼれた、こぼれた、こぼれた。こぼれた、こぼれた、こぼれた。ね、安定のこぼし。まあ、とりあえずね、250ml という割と少なめなんで、ね、いいんじゃない？わかんないけど。じゃ、とりあえず 20ml。これが30だから。このぐらいかな。そしてスカイウォッカ。スカイウォッカね。使います。まあ、神風っていうぐらいですから。神風特攻隊から来てますからね。スカイ。という名前の、ついて、まあ、スカイウォッカを使うべきじゃない。わかんないけど。スカイウォッカは個人的に大好きですね。好きです、結構。色が綺麗。っていうだけで。そしてホワイトキュラソーですね。ホワイトキュラソー。ヘルメス。ホワイトキュラソー 20ml。でもホワイトキュラソー20も加えるってことは割とかなり甘めの、ね。感じになるんではない？わかんないけど。20加えまして、そしてシェイクタイム。よいしょ。よいしょ。そして氷の入れた、オールドファッションドグラスに注ぎます。かなり なんか寒そうな白いね、色になってますね。冬に飲むのもなんかためらうような、いやー、冷たそうっていう。ね。感じの。カクテルですね。これは。まあでも個人的にちょっとこれは甘すぎるんではないかと思われます。
前回言いました通り、多分分かって言ったよね。ホワイトキュラソーとかの分量をちょっと少なめにしたりとか、ウォッカを多めに入れたりとかっていう、そういう、あれがあるんで、レシピをこう、ね、アレンジして、することが有名なカクテルでもあるということなんで、ウォッカの量を多めにして、うん。たり、まあ結局ね、辛口にしたりとか、ね、まあいわゆる、マティーニみたいな感じにするパターンもあるっぽいです。で、ステアして、完成と、いうことです。それで乾杯。うん。のこれうまい。あ、うまいけど、うまい。うん。結構シャープですね、味が。酸っぱい。酸っぱいのと、まあ、ライム3分の1入れてますからね。酸っぱいのは当然なんですが、酸っぱいのに加えて甘い。うん。甘い。だ、酸っぱ甘いみたいな。しかも味が結構、酸っぱいのがダイレクトに来るんで。うん。むむって感じですね、これは。やっぱちょっと、ホワイトキュラソー、ちょっと、少ない方がいい。まあ、バリエーションで言うと、ウィキペディアに書いてあるバリエーションが2つあって、ウォッカ2分の1と、ホワイトキュラソー4分の1と、ライムジュース4分の1と。で、詰まるところ、何対何対なんだこれ。2対1対1か。ウォッカ2に対し、ホワイトキュラソー1。ライムジュースも1と。っていうのもあれば、ウォッカを4分の3入れて、ライムジュースを4分の1加え、そしてホワイトキュラソーをなんと1ティースプーンという。これ絶対うまいと思うんだよ、俺個人的に。ああうん。個人的にね。これは美味しいと思う。まあ、あれで言うと3対1対1ティースプーンですね。これ美味しいと思うな。辛口にできて。うん。これだとちょっと甘すぎる上に酸っぱすぎる。ので、うん。いやでも美味しいんで、これは。この時点でも結構四つ星ではないか。ちょっと酸っぱすぎるのがあるな。これだと水干しかな。うん。標準的なレシピで作っちゃうとこってちょっと三つ星ぐらいですね。うん。まあでも神風という名前に人、その、あれですね。恥じない。この名前に負けないくらいのこの酸味と。いや、主に酸味ですね。が結構、どぎついです。うん。うん。酸味がどぎついんで。
まあこれはあれですね、別バージョンも作ります。多分俺がうまいと思われるウォッカ3対ライムジュース1対1ティースプーン、ホワイトキャラソー1ティースプーンを作りたいと。思います。3対1でしょ。60対20。60入れて。あ、ウォッカもなくなる。ライムジュースを 20ml。 3対1対1ティースプーン。ちょ、入れすぎた方がちょっと2ティースプーンか3ティースプーンぐらい入れた。まあいいか。まあこれは結構度数がやっぱりね、全体的に高いですね。これはホワイトキラソーも40度ありますし、ありますし、ね、ウォッカも40度ですからね、結構度数は間違いなくかなり高い部類ではあるよね。よっよっ。ちょっとホワイトキラソー入れすぎましたけど、まあ、ご愛嬌でいいでしょう。ご愛嬌、ご愛嬌。はい。これ絶対うまいと思うわ。俺多分。乾杯。あれ。あれ。あれ、ちょっと酸味が、と甘みが、あれ。ん？あれ、これあんまりよろしくないな。あ、これよろしくない。ちょっとあれだな。ウォッカが前面に出すぎて。なんか、ジンみたいな味になってる。なんか、どっかで飲んだことあるような味になってる。どっかのなんか、ジンのパクリのリキュールみたいになってる。これあれか。ウォッカ2対ホワイトキラソー1対ライム1で行った方がいいかな。2対1対1に。で、いいと思うわ。多分俺が思うに、これちょっともう一回1対
2対1対1で飲んでみよう。うん。あ、もともとレシピは、ウォッカ 45ml、ライムジュース 15ml、キュラソーが1ティースプーンだったものが次第に変化していったとなってます。あー、なるほどね。じゃあ結局これは元の、あれだってことですよ。元のレシピだったってことです。うん。結局、元々のレシピっていうのはこれだったんですが、結局まあ、いろいろ改良されてった結果、全部1対1対1となったということですね。まあ、俺も個人的に1対1対1の方がうまかったな。これをか。だから、結構ね、あの、カクテルっていうのはいろいろ、レシピは年代ごとに変化していくというより、変化というよりは、変化ではなく、いわゆる、進化していくと、言った方がいいかな。だから決して昔の方が良かったというか、オリジナルね。元々のレシピが良かったんじゃなくて、徐々に変化していった結果、進化した結果、こうなったってことは、今の状況で言ったら、やっぱり神風はこういう、あ、この1対1対1がベストだっていうことに結論づいてるわけだから、別に、あの、まあ、うん、俺もそうは思いますよ。徐々に、まあ、やっぱり酒の味とかもいろいろ変わっていくだろうしね、時代とともにね。最近知ったのは、あの、緑っていうカクテルじゃないや。リキュールか。あの、メロンリキュールですね。あれが最近、どっかのブログで書いてあったけど、味が変わったそうですね。やっぱそれによってその味が変わったから、カクテルの、その配合とかも変わっていくのは当然のことで、時代の流れに沿って変わっていくというのは、ね。何にも悪いことではなく、逆に美味しくしようという、その、改良された味ということになります。ね。うん。ってことですね。だから、俺もこれはあんまり美味しくないと思うね。ああ。もともとのレシピの3対1対1ティースプーン。うん。それか1対1対1の方が全然美味しいな。まあでも、多分2対1対1の方がうまいと思う。これを飲んだ結論。最初1対1対1飲んで、やっぱ甘すぎた上にちょっと、ライムすぎて、酸っぱすぎる。うん。うん。ので。うん。まあね。ちょっとこれ飲み終わったら、もう一回作りますけど。2対1対1で。ちなみに、関係ないですけど、ホワイトキュラソー、神風のレシピで、ホワイトキュラソーと書いてあるんですけど、一応コアントローということです。一応ね、コアントローがいい。で、いろいろググった、今ググってるんですが、どうやら、どっかのサイトにだと、ホワイトキュラソー、かっトリプルセックと書いてあります。トリプルセックで今ググりました。結果。比較的甘みを抑えたホワイトキュラソーとなってます。オレンジの香りが強く、アルコール度数が35度から40度。なるほどね、と。で、
1849年、ここ重要ですね。1849年にフランスでフルーツを用いた蒸留酒を製造を始めたコアントロー兄弟が甘みを抑えたホワイトキラソを考案し、ラベルに3倍辛いという意味のトリプルセック、キュラソーと銘打って販売、好評を博した。他社が追陣して、同様の商品をトリプルセックとして販売したため、コアントロー社のものはこの文字を外して社名コアントローを製品名とし、トリプルセックはこの種の酒を言う一般的な名称となったと。なるほど。つまりコアントローっていうのは辛いホワイトキュラソーだったのか。今わかった。なるほどね。辛いとは当時かなり甘みが強かった。一般的なホワイトキュラソーに対しての比喩的な表現であり、比較的控えめではあるが甘口の酒であると。まあ、コアントロ自体甘いですから、クソ甘いですから、辛いホワイトキュラソーと言ってもやっぱり甘いということですね。ああ、これ勉強になったわ。なるほど。あ、ホワイトキュラソーって、辛いバージョンがコアントローなんだ。何が違うんかなと思ったんですよ。コアントローって何が違うのって。なるほどね。なるほど。そういうことか。なるほど、勉強になるな。今日はなかなか勉強になった。個人的に。はあ、トリプルセックか。だからコアントロを使えってことか、神風は。神風は基本的にやっぱ辛い系のやつだったってことですよ。もともとは辛い。ねえ、さっき言った、3対1対1ティースプーンでしたから、ホワイトキュラソーが1ティースプーンでしたからね。やっぱり辛めの、ほとんど、ホワイトキュラソー入れなかったと。甘いホワイトキュラソー入れないパターンが、オリジナルだったから、やっぱり、コアントロー、ホワイトキュラソーはコアントローの、まあ、辛口ということですね。コアントローがいいと。なるほどね。なるほどね。ね、皆さん勉強になりましたね。それでは。第3回目。神風、バリエーション大会。始めます。ウォッカを、あ、やばい、もうウォッカなくなってきたってか、スカイウォッカもねえぞ。ウォッカ 30ml かな。とりあえず。30、15、15でいくか。30。あ、もうスカイウォッカ 10ml しかねえわ。ダメだ、別のウォッカ使おう。なくなった。安定のストリチナやウォッカ。使いまーす。30、15、15で。ストリチナやはちょっと見た目があれかな。瓶の見た目。的に考えるとあれかなって感じですね。ちょっとしょぼいか見た目であれですけど、判断するのはあれですけど。で、ライムジュースを15cc 加え、ホワイトキュラソーも 15cc と。
どうだ、これでどうだ。これでいけるやろ。これうまいと思うけどな。多分な。めっちゃ酔っ払ってきた。さすがに、さすがに度数がだって27度から39度あるやつですよ。この酒だいたい30数度あるでしょ。それお前2杯飲んでもう1杯飲もうとしてるんですから。これはお前、酔うさ。これはお前酔うさ。ね、はい。もう、きつい。はい、乾杯。うん。個人的にベスト。うん。ベストかな。いや。いや、やっぱあれですね。俺大体コアントロ使ってねえから、ホワイトキラソー使ってるからあれなんですよ。これ多分コアントロ使ったら、1対1対1でコアントロ使ったらうまいと思う。やっぱり標準的なレシピで。レシピで。やっぱコアントロを使うべきです、これは。うん。これだと若干パンチが足りないかな。うん。やっぱり最初飲んだ時のライムの酸味のパンチですかね。ものすごいこのドキャキャっとくるパンチと、まあキュラソーのホワイトキュラソーの甘みはちょっと邪魔でしたけど、まあ3倍辛いコアントロを使えば、それも抑えられるんじゃないかな。これは、美味しいですね。しかも、はっきり言って甘いし、酸っぱいんで、比較的、女性にも非常に飲みやすい。酒の味がほとんどわかんないからね。もう味と香りが強烈すぎて、うん、はっきり言ってほぼよくわからないレベルになってます。で関係ないけど、いわゆる有名なボルスっていうお酒ありますけど。うん。それに、トリプルセック。まあ、さっき言った、3倍辛いホワイトキラソーっていうのがあるっぽいですね。うん。値段が、1330円、700ml。となってます。
ほんと、高いんだよ、大体。コアントロ高いんだもんな。でもやっぱうまいらしいですけど。まあ俺が知ってる限り1800円か700円はしますね。コアントロちゃんね。このボルスの方が断然安いでしょ。500円ぐらい多分安く買えると思うよ。うん。かといって、コアントロ買いてえなーって、感じはするんです。よね。当然ね。コアントロやっぱり、有名ですからね。相当有名ですから。トリプルセック。まあ、トリプルセックは、コアントロ以外もさっき言ったボルスからも出てますし、その他、なんかようわからんとこからも出てるっぽいですが、うん。まあ、多分、でなぜか、ね、Google でググっちゃうと、トリプルセックスという名が出てくるんですけど。で、ググったら、トリプルセックスではなく X でした。ね。あれ？でもトリプルセックスでググってんだけど、トリプル X アダルト無修正動画サイトっていうのが出てきますね。くっそー。なんだこれ。俺は別にあれだぞ。そんなものをあれしてるわけじゃないんだけど。トリプルセックス、セックスってのが出てくる。腹立つなぁ。俺はそんなに変なものをあれしてるわけじゃないぞ。たくもう。まったくもう。ググってる奴ら、ほんとに。許せん。うん。ああ、そういうことか。トリプルセックってのはオレンジリキュール。まあ、トリプルってのは3回って意味ですけど。3回蒸留されたという意味のオレンジリキュール。キュラソーのうち辛口で香り高いリキュールですってなってます。ああ、ね。まあ、蒸留っていう言葉を今更説明することはないと思いますけど。うん。ただ俺最近っていうか昨日、会社の全く酒飲まない人間にそれを説明したんですけど、ね。だいたい上流ってさ、理科で中学生ぐらいで習うでしょ、上流って。ね。もうだから、なんでって。そんなのも知らないのっていうレベルでしたけど。ね。まあ結局のところ、上流っていうのは、まあ、ものすごく簡単に言うと、まあ、ろ過ですね。ろ過。まあ、ちょっと違いますけどね。結局、水とアルコール、どっちが沸点が低いかっていうと、アルコールの方が沸点が低いんですよ。だから、まあ、簡単に言うと、水は100度で沸騰するが、まあ、お酒というか、アルコールは90度ぐらいで沸騰するということです。それを使って、
ね。アルコールだけを取り出して抽出して、ね。水とアルコールをこう分けると。という作業が、まあ、いわゆる蒸留と。それを3回行ったということなんで、結構、あれですね。基本的にお酒って、まあ、大体蒸留されてますけども、蒸留されてないお酒って言ったら、まあ、日本酒が有名ですね。それ以外、焼酎とか、芋焼酎、麦焼酎、とか、焼酎全般はもう全部蒸留されて、リキュールも全部蒸留されてますね。うん。で、これもまあ説明した話なんですが、蒸留した方が、まあ、アルコール度数が結局高くなって、まあ、純粋なアルコールだけになるってことですね。かなり不純物が取り除かれるので、悪酔いはしにくくなるんです。だから、あんまり、勘違いしてる人がいると思いますけど、いわゆる大五郎とか、大樹氷とか、4リットルで売ってる焼酎、まあ、焼酎香類、香類に関しては、かなり純粋な焼酎ですね。あれ、芋焼酎と同じ量を飲んだら、飲み比べたら絶対悪酔いするのは芋焼酎の方です。絶対的に、焼酎香類。まあ、俺ここにありますけど。で、大樹氷。こちらは非常に純粋で、こう何度も蒸留されてますからね。はっきり言って、悪酔いはそうそうしないです。ただし、悪酔いする原因は、純粋なアルコール。だからといって、結局のところアルコール自体が、ね。まあ、悪酔いの原因なので、まあ、同量を飲んだ際だったら、蒸留されまくってる方が、しにくいんですが、結果としてアルコール飲んでるので、うん。まあ、わりかし50歩100歩かなと。うん。飲みすぎてしまっては、何の意味もないので。うん。まあ、芋焼酎とかと比べて全然飲みやすいのが、焼酎香類の良さであり悪さでもありますからね。癖がない。飲みやすい。っていう良さがあるんですが、それによって、まあ、本来は、ね。酔いにくいはずなんですが、飲みやすいから、ね、ぐいぐい飲んじゃって、結果として割り酔いして、ね。それで、安だけだから割り酔いしにくい、割り酔いしやすいんだっていう、勝手にね、そういう感じで、ね。批判されてもらっても、困りますね。うん。焼酎香類は全然美味しいお酒ですから。個人的にそこら辺はね、しっかり、ね。酔いにくいと言っても、飲みすぎてしまっては意味ないよ、ということです。結構ね、まあ、そこら辺に関してはね、やっぱり焼酎香類は全然美味しい、カクテル、酒ですからね。ただし、安いがゆえに、馬鹿にされる酒でもあるので、まあ、そこら辺は、仕方ないと思いつつも、ちょっと、やっぱそれはどうかなと、思うこともあり、ね。まあ、ということです。ちょっと長くなりましたけどね。これはやっぱり、神風はうまいね。の、すごいうまいね。うまい。コアントロで作ればベストだと思うけど、コアントロで作ってないんで、ちょっと、あれですけど、
コアントロで作ればものすごくうまいと思うけど、やっぱりこれは記憶に残るぐらいの味がこう、ジュキャーっとくるんで、ね。もうどっかり、しっかりの、ドカドカっとくるんで、これはもう、五つ星をつけさせていただきます。うん。ここまでパンチのある酒はなかなかない。酸味のパンチと、甘みのパンチと、おまけにこう、度数が高いので、それによるパンチと、もう三段パンチでドカドカドカっとトリプルパンチを食らった感じですね。まあ、コクはまあ普通ぐらいで、甘みが割とっていうか結構あり。で、香りに関しては、ライムジュースの香りがボカンとするのと、キュラソーの甘みの香りもジョガンとするのと、で、ですね。はい。これは美味しい。ただ、コアントローで作らない場合は、俺が2回目に、じゃあ、最後に飲んだバージョンで作る、まあ、いわゆる2対1対1ですね。ウォッカ2に対し、ホワイトキュラソーと、ライムジュースを1対1と。で、作った方が美味しいとは思いますが、少なくとも、1対1対1か2対1対1で作った方が美味しいです。3対1対1ティースプーンで作るとまずいです。やめた方がいい。うん。パンチを味わいたいんだったら1対1対1だな。絶対。ものすごいパンチがきますんで。これが飲んだらちょっと、なかなか記憶に残る味ですね。なんで。まず最初1対1対1で飲んで、うおーっていう、その、凄さを味わってもらいたいかな。はい、お疲れ様でした。